さあ、じゃあ続きやっていきたいと思います。もう大丈夫か。ありがとう。仕方ないじゃない。いらない。大塚。ん？カバン、宗介の部屋に忘れちゃったかも。これはそういうことか。ダメだよ。宗介のところに置いておくと覗かれそうだし。できないしな。っていう建前なんですね。女の子の持ち物は詮索しちゃダメなの。あ、うん、大丈夫。疲れたら休めばいいしね。うん、そうと決まれば早く行こうね。もうそんな時間なのか。もちろん私が転びそうになったら支えてくれるんだよね。うん。いいじゃないですか。おや。何？お、仕方ないじゃない。私だってよくわからないんだから。うん。あ、いや、泣いた理由はなんとなくわかってるの。わからないのは私の感情。感情。そうだよ。でもわからないの。今私が抱いているこの思いは本当に私が思っていることなのかなって。もしかしたら他の誰かに操られた偽りの感情なのかもって不安になるの。え、何それ、フラグ。それがあの、なんかそのなんだろう、催眠とかなんかそれの伏線なのか。どうして溜まるの？宗介はどうなの？自分のこと自分で理解できてる？うん、まさしく。そうだよね。私だって悩んでる。自分のことなのにどうしてこんなにわからないんだろうね。難しいっすね。真面目なこと言った。いいじゃないですか。それはもういいでしょ。あらあら。いいでしょ別に。宗介。宗介が泣き方を忘れちゃったっていうのなら代わりに私が泣くから。だからその自分が一人きりだなんて思わないで、私がそばにいるから。
あ、私じゃダメなの？なるほど。これからは私が宗介の中を満たしてあげるよ。私以外考えられないくらい満たしてあげる。いや、ピアノも少しくらいは考えてもいいけどね。弾かないんだな。強いな。空っぽなら私がいられる隙間は十分にあるよね。私がそばにいるのって不安。不安？どうして？殺されるのは嫌だな。大丈夫でしょ。だって宗介はそんな殺人犯なんかじゃないから。だから私も大丈夫でしょ。もちろん。本当に手放しで信じてくれてんな。感じじゃないですか。なんか緊張するなって。ああ。だってこんな夜中に男の人の部屋なんて来たことないし。嘘だべ。あ、そうそう。それね、もういいんだ。今は大丈夫だから、後で。その汗流してきてもいいかな。今日は暑かったから。暑かったの？なんだか汗臭くなってそうだし。あ、ちょっと。ただしイケメンに限るってやつですね。でも
そうすけ。慣れてるかもしれないけどさ、私は初めてなんだからね。くすぐったいよ。耳好きですね。そんなとこ触られたことないし。なるほどな。というわけですね。うん。うん。病院に来たっていう。何なんだろうな、あのエッチした後のあのタバコっていうやつは。うん。なんかいいのかね。俺タバコ吸わねえからわかんねえ。なんかだいぶ解放された感が。これが噂のあれですね。噂でもないけど、ダボシャツってやつですね。あのさ、服これしかなかったんだけど。うん、いいじゃないですか。なんかスースーするよ。ちゃんと履いてるからね。あら。あまりね。もうバカにされてる気分。子供扱いされたくないらしいな。酒慣れてない人はみんなこれ言って失敗すっかな。本当に。
されてない…早いな。まあそういうもんさ。あんな強いお酒だし宗介がいけないんだ。いや、宗介が悪いの。まだ何か挟まってる感じがする。そうかな。だったらさ、宗介、慣れるまでこういうことしてくれるの？私が淫乱みたいな言い方しないでよ。絶対宗介がスケベだよ。私初めてなのに中で出しちゃうし。うえ、どうするの？責任取ってくれる？こんな可愛い子をたぶらかしといて逃げちゃうような干渉なしなんだ、宗介ってば。冗談だよ。ちゃんと今日は安全な日だから。まあ安全日でもできることありますけどね。でもいつか宗介との子供欲しいな。それだよな。ダメ、そんなこと言っちゃう。宗介は絶対にそんな人じゃない。自分でそう思い込んじゃってるといつかそれは本当になっちゃうから。だから絶対に信じて、私のことと何より宗介自身よね。いい子や。ウォッカはいかんな。ロシアの人は標準装備って聞いたけど、寒いから。うん。あら、飲みもんじゃねえ。まどろみ？大丈夫か？ちょっと待て。嘘でしょ。
うわー、ここでかー。弱さを認めてこそ人は強くなれる。もう完全にもうバッドエンド。12年前か。もうそんなになるんだな。2006年からの少女の前だもんな。へえ。マジだ、これ。これなんかもう、もうバッドエンドじゃんだって。どうなるの、こっから。というわけで、PPアニッシモ、操り人形のロンドでいいのかな、これ。うん、体験版終わりたいと思います。もう先が気になるっていうかなんかもう、これ選択肢次第でどうにかなんのかな。こっから、だってトゥルー無理じゃない。まあいいや、まあ、まだまだ謎が多いですけれども、とても魅力的なゲームですので、おすすめいたします。お疲れ様でした。